啦，咁就今日冇服，咁就2005年日本打比大賽。競馬の祭典ダービー大賽スタートです。ダービー放送にとってはこのダービーのことが夢であり祈願であります。スタートを切りました。一起步の時大震動のオーバーゲイン果たして一頭に行くのは本の歴史王が先頭に立ちました。その外エイジンニーダン、そしてその後ろからブレイブハート、そのうちに2番ファイナルレコルト、アドバイアジャパンかわしていきました。内を通りましてインディライミー、第2頭第1コーナー左にカーブを切ります。それからアドバイアジャパン、そのうちローテンクロイス、5番西のどこまでも、シックスセンスがその後ろ、その外にパンドラゾンビ、7番ディープインパクト。もう一度整理しましょうか。先頭を行く混合力士を5番リード、第2コーナーから5コーナーし、ちょっと離されましてエイジンニーラ、それからブレイブハート、外から1頭アドマイアジャを通ってアドマイアフリーローデンクロイツがそのうちにいます。西のどこまでも、それからもう1頭9番シックスセンス、注目の12番パンドラゾンビ、一生に一度の舞台、ぜひとも欲しいタイトルです。1番人気のディープインパクト、武豊騎手どのあたりで動くんでしょうか。流れるようにレースが展開されています。これが先頭4番混合力士であります。最後6、700米大震撼開始8番2番大震撼開始12位失騎喎，出生咩事呢？12位開始冇幫助，不知做乜狗咁樣。但是我睇到金剛力我正都係前面啊，金剛力大隻12最后200米，现在看一只十六同只七号大震撼斗紧，似乎只十五个钟只大震撼，明赢取打比，老豆笑周鸠个仔，只马真系犀利啦，个老豆终于打败个仔。Thank you.